はい。ちょっと待てよ。こんにちは、グランピーです、今日ご紹介するのはスイフトインダストリーズのキャンプアウトリミテッドカラーシリーズ、その一つとして新しくですね、今回のキャンプアウトシリーズから出たエブリデイキャディというサドルバッグ、こちらをご紹介します。もうズバリこれです。こっちが、荷物が入っていない状態、こっちがもう荷物を詰めた状態ですね。だいたいこれぐらい大きくなります。で、今までスイフトインダストリーズのバッグってこう大きなサドルバッグとかバスケットにこう入れるバッグとか、あの大きめの、バッグが多かったんですけども、今回は非常にコンパクトに、なって、登場しました。で、これは本当に必要最小限の荷物を持っていきたいという方におすすめです、キャンプ系の自転車だけではなくて、ロードバイクですとか、マウンテンバイクでちょこっと走りに行くという方にも、おすすめできるものになってます。で、ズバリ特徴を言いますと、中が取れます。サドルバッグってもうバッグが袋になってて、ファスナーを開ければ中から工具がっていうのがあるんですけども、一回一回ですね、中から道具を全部取り出すと、その後どうするんだというところなんですけど、これはですね、フックを外すともう全部中ズボッと抜けます。これが自転車についたままになってて、これが取れると。で、これ取ったら蓋ができるんで、このまま持ち運びができるという、バッグになってます。で、出かけた先で例えばちょっとレストランに入る、ちょっとカフェに入るという時に、取られたくないもの、貴重品ですねを、もし入れている場合はこれをスコッと抜いて、持っていくことができますよというバッグです。で、構造がですね、もう本当にシンプルな感じになってます。この受けの、部分と中身の部分ですねが、2つ重なり合うような構造になってまして、これを入れてベルトで中央にですね、落ちにくいようにするための、マジックテープがついてますので、これでこうグーグッと、絞ってあげて固定します。はい、こういう感じですね。で、あ、ちょっとミスりました閉めるときは、この蓋ですね、取った状態でこれをグーグッと閉めます。で、両端のこの部分をここにカチッと合わせてあげるという感じですね。で、どれぐらい入るかっていうのをちょっとやってみようと思います。この中にはちょっと詰め物をしているので、これ取って、はい、こんな感じですね。で、例えばロードバイクとかクロス、シクロクロスで持っていくものとして、まあ、チューブとかですね、CO2 ボンベ、よいしょ、もう本当に一般的な、自転車の携帯工具ですね、パンク修理キット、何でも入ります。で、ウルフトゥースのチェーンカッターとか、チェーンリンク、コンパクトな六角レンチ、六角レンチをちょっと大きくする、ちょっとした工具とかですね、もうたくさん入ります。メガネレンチ、サコッシュ、これだけ入れてもまだ余裕があるというぐらいの容量です。で、この袋の両端には、マジックテープがついてます。ですので、ここをギュッと合わせてあげればこれだけで荷物は落ちないようになってます。はい、では、これでこっちはこうか、ここに入れて、で、先端はですね、ちょっとロールしてあげます。で、両端を留める、ガシャッと、で、まあ、先端を留めてあげると、ちょうどよくなります。ギュッと絞ってガシャッとですね、非常にコンパクトにまとまります。で、自転車への取り付けなんですけど、その時使うのがこの付属の、ボレーストラップになります。これをサドルのレールの部分に通してあげて、
こう下にぐるっと回して固定するという感じです。ちょっとやってみましょう。ここに自転車用意します。よいしょ。サドルのレールにボレーストラップを装着。こっちにもボレーストラップを装着します。よいしょ。こういう感じですね。で下までぐるっと回します。このバックルの内側の方が調子がいいと思います。ですね。よっと。でこのボレーストラップですね、一回使われたらすごく分かるんですけど、固定力が半端なく強いです。すごいシンプルなんですけど固定力強いので、もうこれ1本でも十分なぐらいで、補助的な役割としてこのシートポストの方に、ゴムバンドがついているので、これで縛って止めてあげるという感じですね。こういう具合でつきます。はい。で実際にこれで使ってて駐輪して、でも荷物をすぐにこう取り出すという時はバックルを取ってマジックテープを中央のやつですね、外してあげればこの中だけスコッと抜けますせという感じです。はい。で、これがですね、エブリデイキャディなんですけれども、これが、お値段が 11,880円になります。で取り出しが簡単にできちゃうよという感じですね。で、このキャンプアウト、スイフトキャンプアウトの2021年から新しく出た、シリーズなんですけれども、今パープルがありまして、また定番色のですね、通常シリーズもおそらく、入荷してくると思います。ただまあこの、リミテッドエディションは、なくなり次第の終了となりますので、もしワンポイント自転車に入れたいと、パープルカラーをいいやないかとなったら、ぜひお買い求めください。はい。ということで、今回はスイフトインダストリーズのキャンプアウトモデル、リミテッドモデルの、ご紹介でした。別の動画でですね、ハンドルバッグ、取れるというのも撮っておりますので、そちらもぜひ参考にしてみてください。では、今日はこの辺りで終わります。どうもありがとうございました。